大胆カティングの花柄ワンピースショットに反響。元 AKB48 で俳優の前田敦子が話題のコラボレーションラバン H&M のカットアウトワンピース姿をインスタグラムで披露し、ファンから反響を呼んでいる。前田は10日までに自身のインスタグラムアカウントにてラバン K クルーハンド M 銀座並木道理店華やかな場所に行きたくなる遊び心がキュートなコラボレーションといったコメントとともに、胸元の大きく開いた花柄のワンピースを着用した全身ショットなどを公開した。ラバン H&M はフランスのファッションブランドラバンとスウェーデンのファストファッションブランド H&M のコラボレーションコレクションで11月9日から限定店舗とオンラインストアで発売された345香美やかでグラマラスなデザインが特徴で、野宮真貴や小室哲哉、中島美嘉など多数のアーティストやタレントがローンチイベントに参加した。前田の投稿にはファンから可愛すぎる、素敵なワンピース、美しい、ドキドキする、ラバン H&M 欲しい、といった絶賛のコメントが寄せられた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。